フリードリヒ・リュッケルトの詩集、愛の春のフランツィスカ・シュルツェによる、挿絵、クロモリトグラフは、フランスドイツの石版画家、ゴドフロア・エンゲルマンが1837年に、名付けた最大16色のリトグラフの技法である。彼は当初これを、リトコロールと呼んだ。日本では、クロモリトグラフィーとも呼ばれる。これは必要とする色ごとに石版が作成され、 複数の印番が正確に位置決めされて印刷される。この技法は時間とコストがかかるため、やがて4色オフセット印刷にとって変わられた。ヨーゼフ・ボルフによる、博物書図版、スパイ多色石,石板印刷は18世紀末に俳優のアロイス・ゼネフェルダーが発明し、必要とする色ごとに石板を作成した。同じ石に複数の色を塗ろうとしたものもいたが、成果はまちまちだった。 4色印刷の原理そのものは1740年以前に、ヤコブ・クリスト・フル・ブロンによって発明されたが、非常に精密な真鍮彫り板と構成、インク付けの技術を必要とした。エンゲルマンは、クロモリトグラフを1836年頃に開発した。それは合理的な技法であり、同業他社よりも優れていた。まず、青、黄、赤、黒の4色で、 全ての色調を再現した。次に安定した品質で連続印刷できる印刷機を開発した。さらに、紙の変形を防ぐために、これまでの印刷用紙を湿らせる技法を放棄した。これによって印刷ずれが起きやすくなったが、4色の石板でまず、明るい色の輪郭線を印刷し、その上に色を追加することでこの問題を解決した。 しかし、黒リトグラフは大量生産できるが、製作には、時間がかかった。石板への着色に、約3ヶ月、潜部するのにさらに5ヶ月かかった。直接カラーで印刷されたリトグラフ図版の第1号は、トーマス・ショッター・ボーイズが作成し、1839年に、ロンドンで出版された、ピクチャレスク・アーキテクチャ・イン・パリで、チャールズ・ジョゼフ・ハルマンデルによる印刷である。 靴に住む老婆のクリスマスカード19世紀に開発されたクローモリトグラフは発展を遂げ、ポスター、名刺、カタログ、カレンダー、ジンジャーブレッドの画像、またはその他の収集可能な画像など、あらゆる形態の商業分野に影響を及ぼした。流行りの画像に加え、宗教的、道徳的、愛国的な画像、子供向けの差し絵本、ゲーム、切り取って組み立てる画像、 教育地図、上流階級向けのインテリア、未ーの、版章などの絵画の複製、または観光地のお土産用の写真の着色にも用いられた。クロモリとグラフの急速な普及は、それを軽蔑する風潮も生んだ。機械化されすぎて、人の手によらない部分が多いために、芸術のカテゴリーに収まらず、本物そっくりではあっても印刷物に画家の魂は宿っていないと考える者も,もいた。 フランスでは、アール・ポンピエ、サンシュルーピス教会風などと呼ぶものもいたが、こうした揶揄は、ジュール・シェレやロートレック以降の偉大なポスター芸術家が、クロモリトグラフを使用したことを無視するものである。一方、1845年には、版画家のイスナール・デジャルダンが、石ではなく、銅や円によるクロモタイポグラフを発明している。これは、絵画などの複製に一定の成果を得て、 クロモという呼び名も広まった。この名は1846年にパリへの旅行中にクロモリトグラフを紹介されたアメリカの鉱物学者ルイス・プラングによってアメリカ合衆国にもたらされた。これはクリスマスカードの印刷によく用いられるようになり、ドイツでも1864年にグリーティングカードが盛んに製造された。プラングは アメリカのクリスマスカードの父と呼ばれるようになった。FWP グリーンウッドの肖像アメリカにおけるクロモリトグラフ印刷の第1号は1840年にウィリアム・シャープが作成した FWP グリーンウッド牧師の肖像である。今一人の先駆者であるヘンリー・アトウェル・トーマスは1860年代のニューヨークでクロモリトグラフ印刷機を開発した。 リュションの花祭り、ジェイシェレがポスターなどに使われる、華やかで誇張された文字は、広告などのタイトルに使用され、その空想的な内容を効果的に表現した。しかしながら、タイポグラフィの訓練を受けていないものが作成したものには、誤植が発生する場合があった。クロモア紙以外の媒体にも応用された。もともと偽のステンドグラスを作ることを目的とした。 ビトルファニーの技術に応用することで、上流階級の住居や安価なステンドグラス、イワシ缶などに印刷された。印板の素材も変化した。ゴールドプリント、エンボス加工、カットアウトなどと組み合わされるようになり、重い石は徐々に軽いアインンに変わった。これにより扱いやすく保管も容易で、より大盤の印刷が可能になった。 アメリカのベンジャミンデイは、インバンにゼラチンを使用して、グラデーションを作成するプロセスを発明した。これは、彼の名をとって、ベゲ芸プロセスと呼ばれている。また、エアブラシも、同様の効果を得るために使用された。クロモリトグラフの技法は、第二次世界大戦後まで使われたが、徐々に、インバンに、ゴムのローラーを使用する、オフセット印刷にとって変わられ、 経済性と収益性が重視されるに従って、創造性と独創性のレベルははるかに低くなっていった。エル・プラング彼は、クロモリトグラフの生産を強く支持した有名なリトグラファーであり、出版社である。プラングは、アメリカで最初にクリスマスカードを印刷したドイツ生まれの起業家であり、クロモリトグラフは、実際の絵画と同じくらいよく見えると感じ、イーストマン・ジョンソンの 裸足の少年と題された人気絵画をも含む有名な黒森トグラフを出版した。彼が世間の批判にもかかわらず黒森トグラフの製造に挑戦することを決めた理由は質の高い芸術がエリートに限定されるべきではないと感じたからである。彼は産業革命が進行していたアメリカにおいて黒森トグラフが人間の能力を損なう恐れがあるとして軽蔑される。 ことがあった。芸術家自身も、クロモリトグラフが普及すると、オリジナルのアートワークが売れなくなることを危惧した。より売り上げを伸ばす方法として、少数のクロモリトグラフの作品を制作し、社会の人々に少なくとも、画家の名を知ってもらおうとする芸術家もいた。名が知られれば、オリジナル作品を購入してくれる、可能性も高くなるからである。エルメック・エンドルファ・アールに、 バイエルンに拠点を置くドイツの黒森トグラフ出版社は低コストの大量生産で市場を支配するようになった。これらの出版社のうち、ローター・メッケンドルファーは子供の絵本やゲームの出版で国際的な名声を得た。19世紀半ばのドイツの正常不安により多くのバイエルンの版画家がイギリスとアメリカに移住し、ドイツの黒森トグラフ印刷の独占市場は消滅した。 英法ドイツ移民のオーガストホーンの率いる出版社、エホエン &CO は著名な石版工房であり、現在は主に ET ポールの美麗な楽譜カバーで知られる。彼は広告、地図、シガーボックスアートも作った。オーガストと兄弟のヘンリー・アーネストはエドワード・ウェーバーの死後、1850年代半ばに E ・ウェーバー・カンパニーを引き継いだ。 オーガストの息子アルフレッドは1886年から20世紀初頭にかけて会社を経営した。ルーファス・ブリスは1832年から1914年までポータケットに出版社アールブリス MFGCO を経営した。同社は非常に人気のある木のリトグラフ、ドールハウスで最もよく知られている。彼らは棒と電車、 ビルディングブロックなど多くの積成の玩具も作った。はじめロンドンのゴドフロア・エンゲルマンと共同事業をしていたマイケル・ハンハートによって1830年にミュルーズに設立された。フィッツロイスクエアのシャーロット・ストリートに設立された。この会社は二人の息子のマイケルとニコラスにちなんで名付けられた。ヨーゼフ・ボルフ、ジョセフ・スミット、jg キューレマンスなどの芸術家は 彼のために働き、時、1859から1874年、ロンドン動物学会の議事録、1848から1900年など、様々な本に使用された、博物学のイラストを制作した。ニコラス・ファンハートの死と、新しい印刷技術の台頭の後、1902年に、同社は解散した。先に述べたように、黒森とグラフは製造コストを抑えるため、 早く印刷できる方法を見つけるための努力が続けられ、1930年代後半に安価なオフセット印刷にとって変わった。クロモリトグラフはオリジナルの絵画よりは安かったが、後に開発された他のカラー印刷方法によるものよりも高価だった。クロモリトグラフによる印刷物は今日では美術品として扱われている。多くのクロモリトグラフは その酸性の素材のために劣化しており、保存状態の良いものを見つけるのは困難である。クロモリとグラフは現在数百ドルから数千ドルで取引されている。ヨーロッパやアメリカのよく知られていない出版社のものは比較的安価で入手できる機会があり、オリジナルの額縁と出版社のスタンプを探すことを提案する者も,もいる。ありがとうございます。